こんにちは。食と腸と健康を考える会の YouTube チャンネルです。当チャンネルでは食を通じて健康的な生活を応援したいと思っております。今回は砂糖をやめれば10歳若返る、著者白沢拓治氏の本の要約です。では早速始めていきましょう。現在の日本ではいろいろな国の料理を楽しめるようになりました。特にファーストフードではアメリカ型の脂っこいメニューが多く見られます。お惣菜となると消費期限や味を追求するために化学調味料がたくさん含まれます。このことは体を老化させるだけでなく病気のリスクが格段に上がる原因です。過度な糖分、油分、塩分の摂取は時に麻薬のような常習性を引き起こします。砂糖や油、塩の中毒から抜け出すことは現代社会の必須課題となっています。かつて栄養バランスが整っていた伝統食、和食を見直し、ぜひ今の食生活を振り返ってみてください。本書の要点は全部で4つです。 1. 日本人の9割が砂糖中毒のわけ。 2. 砂糖中毒のメカニズム。 3. 砂糖消費量とビジネスプロモーション。 4. 砂糖中毒をなくす体づくり。まずは1から順番に解説していきます。日本人の9割が砂糖中毒のわけ。実は毎日食べている白ご飯にも炭水化物という糖分が含まれています。白米が大好きでやめられないという人たちは、中毒でお酒やタバコを求める人と脳内回路が同じようになっているのです。イライラしたり疲れたりすると甘いものが食べたくなりますよね。こういった現象も砂糖中毒者をどんどん増やしています。次にチェック項目を6つ挙げます。 1. イライラするとすぐに甘いものに手が出る。 2. ラーメンやパスタを食べずにはいられない。 3. 食事の時真っ先に白米から食べる。 4. 甘い清涼飲料水を週に 2,3 回以上飲んでいる。 5. ハンバーガーやドーナツといったジャンクフードをよく食べる。 6. 塩分、脂質の過剰摂取となる醤油やマヨネーズを何にでもかけてしまう。以上の症状に当てはまる方は要注意です。続いて2番目の要点を解説します。砂糖中毒のメカニズム。ではどうやったら中毒から抜け出せるのでしょうか。中毒が生じるメカニズムは脳内の報酬回路によって規定されます。例えば褒められたり、好きなことをしたり、快適な気分になったりした時にはドーパミンという神経伝達物質が出されます。ドーパミンは快楽を感じさせる物質なので、それが繰り返されることで報酬回路が刺激されます。それが甘いもの中毒の大きな問題点です。脳は糖分や塩分、脂質を美味しいと感じることができるので、過剰に摂取しても幸せな状態だと間違って認識してしまいます。ある医学研究ではジャンクフードを過剰に食べる生活を送っていると麻薬と同じような報酬回路が刺激され、最後には麻痺してしまうことが報告されています。さらにドーパミンの受容体が減ると通常の量を食べるだけでは満足できなくなり、薬物中毒者と同じようにジャンクフードをむさぼり食べるようになってしまうといいます。この研究結果は薬物中毒とジャンクフードによる肥満は共通した脳内メカニズムに基づいていることを明らかにしました。続いて3番目の要点を解説します。砂糖消費量とビジネスプロモーション。食品業界などでは糖分を取ることを推奨したプロモーションが数多く流れています。チョコレートや飴など手軽に食べられるお菓子も豊富に存在しますよね。ただ砂糖を食べて元気になる、ストレス解消するという行動は企業が作り出したビジネス戦略といっても過言ではありません。実際体内のブドウ糖が減って枯渇状態になっても、数時間も我慢すればケトン体という代わりの物質が働いて別の経路でブドウ糖が作られるようになります。一方砂糖中毒になった状態では数時間も持たなくなるのです。すると即効性のあるスナック菓子などに手が伸びてしまい、報酬回路が刺激されていきます。ご存知ないかもしれませんが、人の体は本来糖分が多いと対応できません。進化の過程を見ると飢餓状態の方が歴史的に長かったため、現代のような砂糖中毒の状態には向いていないのです。糖分の過剰摂取で血糖値が上がると、それを下げるためにホルモンが働きますが、システムによる制御が間に合わなくなると糖尿病になってしまいます。
血糖値の上昇は食後の眠気やイライラを増大させることもあるため、やはり日常的な行動に悪影響を及ぼすことが分かりますね。最後の4番目の要点を解説します。砂糖中毒をなくす体作り。糖分に依存しないためにケトン体を優位に働かせるダイエット法があります。ケトン体ダイエットの特徴は、食欲を適度に抑えつつ空腹感を芽生えさせずに体脂肪を効率よく燃やすことなので、筋肉が減ってしまう心配がありません。筋肉によって体の糖分が消費され、血中の中性脂肪が減らせるので、動脈硬化の予防としても有益です。以下にケトン体ダイエットのやり方をまとめました。第1段階では、まず適正体重を目安に設定した目標体重に到達するまで、1日に摂取する炭水化物の量を1日に摂取するカロリーの 5% に抑えます。そして目標体重になったら、第2段階として1日の摂取カロリーのうち炭水化物の割合を 1% ずつ増やしていきましょう。リバウンドしないために 20% を超えない範囲で調整してください。最後にケトン体ダイエットに適切な食材をご紹介します。基本は炭水化物の量を減らして良質なタンパク質を摂ることです。赤身の肉、魚介類、大豆製品、卵などでタンパク質を摂り、野菜、キノコ類、海藻類なども補います。炭水化物にはスナック菓子、ハンバーガー、カレー、ラーメンなども含まれるので、ケトン体ダイエットの期間中は白米以外にも意識的に控える必要があります。そして腹7分目で食事を済ませるようにしてください。古来より健康のためにはお腹いっぱい食べ過ぎない方が望ましいと言われてきました。アメリカなどの医学研究でも証明されており、特に長寿遺伝子は小食の概念を大きくサポートしています。長寿遺伝子である SAR2 は低温で食料が乏しい状態に活性化しやすいことが分かっています。つまり摂取カロリーを抑えて食べ過ぎを防ぐ方法と同じです。食べたいものを我慢するというよりも、炭水化物を他の食材に置き換えて長期的な健康を目指しましょう。動画を振り返っての本書のまとめです。砂糖の摂りすぎはドラッグと同じで、快楽を与えると同時に体に悪影響を与えることが分かっています。今回は砂糖中毒のメカニズムから日本人の体質に合わせたダイエット方法をご紹介しました。ケトン体ダイエットは食欲を適度に抑えつつ空腹感を芽生えさせずに体脂肪を効率よく燃やし、血中の中性脂肪が減らせるので動脈硬化の予防としても有益です。長寿遺伝子の活性化にもつながるので、健康的な老後を送るためにも重要なポイントになります。興味があればぜひ一度手に取って読んでみてください。ご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは食と腸と健康に関する本や腸が喜ぶレシピを今後も解説していきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。